いよいよ国会の会期も約20日を切るという大変重要な局面を迎えております。こうした中で、今国会でご審議をいただいている社会保障と税の一体改革含め、さまざまな諸懸案を前進をさせるための環境整備をするべく、今回、内閣の機能強化という視点の下で改造を行わさせていただくこととなりました。法務大臣、滝真さん、農林水産大臣、郡司彰さん、国土交通大臣、海洋政策担当、畑雄一郎さん、防衛大臣、森本聡さん、郵政民営化担当、内閣府金融担当特命大臣、松下忠宏さん、会期末に向けたこれからの約20日間は、日本の将来を左右する大きな決断の時となると思います。当初の立場の乗り越えて、合意を導くという熟議の民主主義の実践の場であるということを、国民の皆様にお示しをするためにも、国会審議のみならず、自民党を中心とする野党の皆さんとの政党間の協議を改めてお願いをさせていただきたいというふうに思います。国のためにやるべきことをやる、この覚悟以外、私の心、指針はございません。まさにこれから日々、全身全霊を傾けて、一日一日、大事な決断をしていきたいと考えております。でこれは冒頭申し上げたとおり、一体改革も含めてでありますが、さまざまな諸懸案を前進をさせるための、そのために内閣機能強化をするということが基本的な意義であります。そして、時期や、あるいはその人事の中身でありますけれども、これについては、私は適切な時期、適時、そして適切な人、適材を選ばさせていただいたというふうに思います。立地自治体のご理解を得ることができるならばですね、最終的には4大臣でそのことによっての判断をしますが、その判断の最終責任者は私であると。その判断の下で、さっき の安全性の問題はしっかり確保して、今ご指摘のような心配が起こらないようなことに万全を期すことによって責任を果たしていきたいというふうに思います。与野党協議の枠組みでしょうかという指摘ですけれども、当然ですね、法案の成立を期すということならば、野党第一党、一番大きな野党である自民党の皆さんとしっかり協議をして、そこで声援を得るということが一番重要です。重要です。一方で、これは私自身は、なるべく多くの方のご賛同を得ながら、この大事なテーマの結論を出したいと思いますので、むしろこの協議に理解のあるところについては、これは声をかけていくというのは、これ、自然なことではないでしょうか。他の党でご賛同いただける可能性、協議に大変関心を持っていらっしゃる政党があるならば、それは排除することは失礼だと思いますので、そこを文句を広げて、与野党の協議と言ってるんであって、実質と、それと形の部分で若干混乱があるようでありますが、全部の野党が集まって、そこでみんなで協議したらまとまりません。そういう手法を取ることは、毛頭考えているわけはないというふうに思います。